症状交換腸科は、蝶類スズメメのトガである。南北アメリカの熱帯に生息する。以前は交換腸科と訳した。また、分類によっては交換腸赤カーデナリニーや、交換腸属カーデナラニーともなった。9枚の書列カザキリを持つナイン、プライメリードアサインズの一科である。かつては交換腸科と訳した。これはかつて交換腸。 パロアリア公の他がこのトガに含まれていたためである。しかし、交換長族パロアリアの下分類は、流動的で、トードフアーバーが、ホージロカに移し、さらにユーリアンド・ミンデルが、風近調化に移したため、現在はこのトガに含まれない、クリカト通る、ウェアへ通る、などより、伝統的には他のトガだった族には、伝統的には交換長家だった族を含む他のトガにはをつけた。 分子系統から、ニューワールドナイン、プライメリードアサインズ内で、いくつかの族が移動させられた。ウェアへ通る・エトールによる移動は次の通り。国際鳥類学会議、アメリカ鳥学会、青南アメリカ分類委員会の対応を示す。オナガシとドソウルトトリクヤラは、DNA ハイブリダイゼーションにクリカエトールでは、風緊張化という結果が出ており、IOC はそれに従っている。 マミジロイカル族ソルタとあの一種のドグロイカルソルタとは、トリクリスは、同族多種と異なり症状交換長下内の、おガしとどと姉妹軍に位置するという結果が出ているが、同族多種と同系統だとした、クリカエトールを踏まえ、ウェアイトールは、マミジロイカル族全体を風近庁化とした。詳細は、移動先の都がを参照。伝統的には家、高官長化、 あるいは、他のトガと東方合室の中の交換長赤、カーデナリニーとされてきた。古くは、ピルーロックスイニーやリッチモンデニニーとも呼ばれた。交換長赤あるいはピルーロックスイニーやリッチモンデニニーが属するトガには、風金長か、アトリカ、ホウジロかなどがあった。シブリーアルクイストやシブリーエトールでは、アトリカホウジロ赤交換長属カーデナラニーとなった。と、種は、 国際上流医学会議による、ありがとうございます。